左サイドからチャンスを作るミッドフィルダー加藤大輝。相手の裏に抜ける動き出しと得点力に期待がかかる。前への推進力、あとスピード、あと攻守にわたってハードワークするところを見てほしいと思います。ゴールを取れる位置に入っていこうということは意識してます。フォーランフォーラン、前に走れっていうふうには言われています。相手の隙を逃さないようにっていうのは心がけています。自信を持って全員がピッチに立って自分たちのやるべきことを 100% 出せれば、しっかり結果はついてくると思います。毎回毎回ベストコンディションを作っていくっていうのと、しっかりケアをする、10点以上は取りたいって思っているので、後半戦しっかり取れるように頑張りたいと思います。